建築カフェ。はい、始まりました建築カフェ。私はパーソナリティ建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、そしてアシスタントの竹村麻里です。この番組は毎週月曜日5時30分から生放送でお送りしております。今日はね、もう京都はだいぶ暖かくなってきましてね、まあ、ちょっとポカポカ春、はい、やっと春かなっていう感じなんですよね、はい、で今朝マリちゃん見ました、あのマスターズってゴルフがあったんですけど。いや見ないです。見ないですよね。でね、僕今日ちょっと学校の方に教えに行かなあかんかったんで、はい、まあ、ギリギリやったんですよ。なんでギリギリかというと、はい、アダム・スコットっていう人とね、はい、でアンヘル・カブレラっていう、まあ、2人が、はい、9アンダーで並んで、はい、もう同率やったんですよ。だからプレーオフって言って、はい、どっちが優勝決めなあかんから、はい、サドンデスでね、はい、どっちかが勝つまでやるんですよ。と、はい、いうことはもう時間延長して決勝戦やったんですね。そうそう、はい、時間延長してやるんですよ、はい、だからどっちが勝つか見たいから、はい、もうギリギリまで家でテレビ見て、はい、その出たいんやけど、はい、早く学校行きたいんやけど、はい、にどこ行くのも早いですからね、うんうん、はい、で行きたいと思いながらもう早く決まらへんかなと思って見てたの。見てたの、はい、ギリギリまで見てたの、はい、そしたらね、アダム・スコットっていうオーストラリアの方なんですけど、はい、見事そのプレーオフを制して、はい、優勝しちゃうんですね、はい、でそれがね、僕の記憶が正しければ多分初優勝です。アダム・スコット、メジャー初優勝だと思います、はい、ね、アダム・スコットっていうのはね、もう、すっごいかっこいい人なんですよ。へ、うん、身長が1m90 ぐらいあるのかな。それで金星が取れてて、結構イケメンでね、はい、ちょっと見たいですね、うんうん、でタイトリストっていうそのブランドの道具使ってはるんですけど、はい、もうタイトリスト の, そのイメージリーダーなんですよね。ですごいもう昔からスイングも綺麗でかっこいいけど、はい、なかなかメジャーが勝てなかった人なんです、はい、それが去年も2位っていうのがあるんですけど、あ、惜しい、もう僕はね、その勝ったらいいな、アダム・スコットかっこいいしなと思ったら、はい、やっとのことでね、はい、優勝して、ね、気持ちよく学校に行けた、気持ちよく、うん、学校行きました。よかった、はいはいはい、この番組は伊賀那須田建築、亀岡那須田建設の協力でお送りしております。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。このコーナーは毎週ゲストをお招きして建築の裏表、建築なんでもぶっちゃけ話のコーナーです。はい、はい、本日は第3月曜日ということ で、はいでね、はい、TG デザインワークスのデザイナーの後藤珠美さんにお越しいただいております。はい、珠ちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶ暖かくなってきましたね。そうです ね、 ね、やっと、はい、やっとですね、はい、で今日ちょっとね、そのラジオの前に話してたんですけど、うん、はい、なんかオープンカフェとかね、あんなとこでお茶飲んで気持ちいいなってね、うん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 、言ってたんですよね、はい、そうですね、やっとその季節が来たなと。そうです ね、 ですよね、やっぱり肌寒かったしね、ずっと、はい、そうですね、で大体あれなんですね、桜が終わったぐらいの方が暖かいからね。そうです、ね、はい、桜の季節でちょっと寒いね。はい、そうなんですよね、うん、で桜がすごい寒い中、月、うん、花見する気がします、うん、そうですよね、はい、今年がまた寒かった、ね、そうそうそう、うんうん、で桜がね終わったくらいに、うんうん、ちょうど何て言うんだろう、まあ表に出てね、うん、カフェとかああいうとこでこう飲めるっていうかね、そういうシーズンにちょうど入るんですよね。そうですね、うん、で、はい、僕らそのオープンカフェって好きなんですね、多分たまちゃんも好きだと思うんですけど、はい、うん、海外結構多いですよね。あ、多いですね、普通に道に、ね、そうそう、道に狭いやんって、はい、うんうん、言うてんのに急に椅子並べて、はい、ほんまにそうやね、3、40センチのテーブルを置いて、はい、ほんでみんなで喋りながら外に見張るっていうパターンすごい多いんですよ、はい、ワイン飲んであるイメージもあります。あ、ありますあります。そうそうそう、表でね、うんうん、で、なんかね、
僕らそのまあタマちゃんと行ったってやつでパリとか一緒に行きましたよね、うんうん、でパリも結構多いですよね、うん、オープンカフェね寒くても、うん、外、うん、はい、あそこはね、うん、はい、で日本は本当少なかったんやけど、はい、ちょっとずつ増えてる感じしますね、はい、うん、で大手で ね、あのお茶飲んだり、まあ、ビールもワインもそうかもわかんないんですけど、はい、すっごい気持ちいいよね、うん、最近ちょこちょこね増えてきてますね、うん、そういえばね、うん、はい、でまああの僕もねそのああいう感じが好きなんで、まあ、はい、あのオープン席があれば暖かい季節ですとオープン席を寄って、はい、ここでお茶飲んだりするんですよね。ああいうとこで飲んではんのって、うん、外人さんが似合うなと思ってたんですけど、うん、藤兄似合う、あーそうですかいつも見て女の子似合うわとか、うんうん、外っぽいしかな、外でなんかはーってね飲んではんのすごい似合いますわ、うん、あの僕なんか秘密ではないんだけど、はい、あの京都近代美術館のカフェが、うん、はい、オープンカフェがあるんですよ、うん、はい、であこにね一人でたまに行きます、はい、へー、うん、でたまに行って一人で、まあ、お茶飲んでねんけどね、はい、まあ、物事考えなあかん時あるじゃないですか、デザインなんて、はい、デザイン考える時に、はい、まあ、ちょっと気分変えたい時あるんですよ、はい、ね、事務所で考えてるんですけど、はい、少しこう景色見ながら、うん、なんかいいアイデアないかななんて時に、はい、あそこ行ってね、うん、まあ、駐車場代ももちろんかかるし、はい、お茶代もかかりますけど、はい、少しこう1時間ぐらい一人で、安い空間なんですね、そうそう、だからちょっと、スケッチブックだけ持って、おでちょっとこう何ですかデザインのメモしながら、うん、はい、お茶飲んでる時間はありますね、へー、うん、かっこいい、かっこいいというかもうこっちはねもうせっぱ詰まってますわもうデザイン外せんと間に合わへんでみたいなんで、外から見たらえらいかっこいいですけどね、うん、美術館のオープンテラスでスケッチブック持って私は、まあね、はい、なんてデザイン書いてるから、はい、まあ、かっこいいかもわかんないですけど、こっちはもう焦ってます、余裕がないですそういうことなんですね、はい、うん、でもやっぱりそういうほら外の、空間を借りるというか、はいはい、家の中とか事務所の中とかだけ違って、はい、外が見えるとかね、はい、まあ、借景ってよく言うじゃないですか、はいはい、ああいうのってあるなって本当に思いますし、うん、そうですね、ちょっとそのリフォームする時とかでも、はい、外を借りることってすごいあります、あると、ね、なんか必要以上にやっぱり続きの床で、はい、テラスまで出してみたりとか、はい、ね、ちょっとしたことやけどね、ちょっとしたことです、うん、ちょっと贅沢に感じますそれ、うん、そうですね、すごい、それを出すことで奥まで続いてるようにこう錯覚するのと、うん、はい、お部屋の方向性っていうのがまた変わって出てくるので、なかなかねちょっとしたリフォームなんですけども、うん、はい、あれは大きいね、大きいです、そのね外で出れたらもちろんいいんですよ、はいはい、でも出れない場合もあるじゃないですか、はい、出れなくても、はい、ちょっと床と続きに出しちゃうとかっていうのは、はい、これはまたちょっとなんていうのかな、ちいちゃな喜びみたいな、はいはい、まあ、生活スタイルもちょっと変わるし、うん、楽しみが増えるっていう意味ではね、そうですね、うん、だ去年の、暮れに竣工した、はい、下鴨の方の、うん、松ヶ崎かなの住宅もテラス作りましたし、うん、はい、僕はね、でラジオのゲストに来ていただいた原田さんのとこね、はい、原田邸っていうのは、はい、あれはコートハウスって言いましてね、はい、まあ、家のど真ん中が大きな大きな、はい、中庭なんです、うん、はい、それをコートハウスって言うんですか、コートハウスって言うんですけど、中庭があって、はい、で、まあ、リビングと同じぐらいの中庭なんですよ、うん、大きさで言うと、ね、うん、だからもう外と中がどっちがメインやねんってこう微妙な話になるぐらい大きな、はい、まあ、中庭があって、いいですね、ね、はい、もちろんお茶も飲めますし、うん、まあ、もちろんその植木とかも植えてるんで、はい、まあ、花をめでることもできるというような設計って、はい、まあ、僕は結構好きなんですよ、その表も使えるっていうかね、うん、はい、だからそれはねちょうど今からやね、今のシーズン、うん、そうですね、うん、気持ちいいですね、気持ちいいと、はい、信じて設計してる、はい、いや気持ちいいと思いますよ、信じて、はい、でも私もカフェ、はい、この前竣工したところも、うん、はいはい、やっぱり出てますし、あ、そうなんですね、お家する時も、はい、物干しやとか言いながらも、はい、テラスは出します、あ、うん、いいな、うん、かっこいい、なんかね、実際使える時間でちょっとなんですよ ね、 そうですね、うん、ただね、オープンにできるということで、うん、なんか気持ちに余裕ができるというか、うん、私とこの家はそれだけこうなんていうか、そんなことまでできる家だよということでね、なんかクオリティが高くなるというか、うん、楽しみが増えるというか、うん、はいはいはい、な気がします、うん、なんか羨ましいですもん、うんうん、なんか、はい、オープンカーってあるでしょ、オープンカー、はいはい、オープンカーでもね、はい、僕は
すごい21歳ぐらいの時オープンからちょっと1年ぐらい乗ってたけど、うん、その時に、はい、もう開けられる時期ってね、うん、春が1ヶ月ぐらい、ねうん、で、秋も1ヶ月か1ヶ月半ぐらいで、はい、ちょっとなんですよオープンからって開けれる時期って、はい、でも忘れられへんぐらい気持ちいいです。あ、うん、いいですね。あれと一緒かなと思うんですよ、僕テラスとかそういう家の中にね、そのそこで朝ごはん食べる時期ってね1年のうちにね、はい、ちょっとだけ思うんですよ。でもそれがあるだけでちょっとこう気持ちにゆとりができたり、なんかちょっとその自慢の空間ですよね。そうそうそうその風に暗少なくても、私なんかねこういう暖かい時になったら思うんだけど、やっぱりちょっと無駄に見えるかもわからないけど、そういう空間をやっぱり設計で作っていきたいなっていうかね、作ったらどうかなというふうに思いますよね。思いますね。ぜひ、窓周りの改装をついでにしたらどうでしょうか。あ、いいですね。店舗でいうとね、はい、そのカフェとかそういうものも私は設計してるんで、はい、その時にそういう、まあ、提案もするんですけどね、はい、どうしてもやっぱりオーナーはちょっとこう結局使わへんしみたいなことにはなるんですよね。ただ、うん、使わへんけども僕はちょっと気持ちの余裕として、うん、まあ、例えば1席か2席でも構わないし、ね、はい、儲けた方がいいんちゃうかなと思うんですよね。あってほしいですね、僕はね、はい、うん、で特にその海外1回行ってこられたらいいんですけど、すっごい皆さんよく使われてますから、外が寒くても使ってるし、その、ま、街の中でお茶飲んでるというかね、街に溶け込んでる感じが特にパリとかするんでね、まあ、そういうことを日本人もそろそろやってもいいかなと思いますけどね。いいですね。スターバックスとかは、もう、初めからデッキみたいなプランあるじゃないですか。一番初めはそこでしかタバコ吸えへんやったんか。外でね、なるほど、うんうんうん、なので外を選んでいく人たちって言い張ったと思うんです、はい、うん、今はどうなってんのかな、ちょっと私分かりませんけど、うん、はい、今はもうダメなのかな。でもやっぱり外を言い張りますよね、うん、はい、言い張りますね、はい、一応さそうやし、はい、少々の雨でも言い張るね、だからまあぜひね、はい、まあ、今日の提案としては、はい、少しオープンエアを感じれるような、うん、はい、場所を、まあ、リフォームでもいいし、うん、お店でも作りましょうということで、贅沢ですね、はい、風とかいろんな感じでね、はい、ということで、ちょっとここで一旦休憩としまして、はい、いつもはね、ゲストさんのリクエストなんですけど、はいはい、今日は、藤井のリクエスト曲になります。シャーデーの、バイオサイドです。
明日建設は人々の成長と幸せの創造に置き、確かな品質で応える優しさに包まれる住まいを日々探求してまいりました。建築って一度建てると50年ぐらい経ってるから長いお付き合いになるんですよね。だからホームテ選びは人柄で選ぶ時代、明日建設富士にもおすすめですよ。私たちの思いで素晴らしい地域を想像してまいりましょう。想像してみてください。優しさに包まれたなら明日建設。匠のなんでもこーい。はい、このコーナーは建築のことなら疑問難問なんでもビフォーアフターの匠藤兄がお答えしようというコーナーです。はい、お答えしましょう。はい、はい、一応言っておきますか、はい、また恋愛問題や人生相談にも答えしようか。はい、まあ、ゴルフ問題でもいいよ。どうします、ゴルフコーナーだったら。ゴルフ問題でもいいよ。まあ、めっちゃでもそのうちは早いことクイズ違うわ。お便り来たらいいのに、ね、そうですね、うん、ね、ちょっと今回ね、はいはい、2通いただいてるんですけど、はいはい、ちょっと中身がよう似てるので、はいはい、一旦2通とも読んじゃいます。読んでしまいましょうか、はいはい、ラジオネーム三条小僧さんです。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、藤兄まりちゃん、そして月一たまちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。土曜日早朝の地震はびっくりしました。そうですよね。おまけに緊急地震速報のメール、はい、突然携帯が鳴り出し、はい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 、鳴り出したかと思ったら、うん、揺れが始まり2度びっくりでした。そうですよね、本当に災害は忘れた頃にやってくる、はい、その通りですね。そうですね、阪神淡路や東日本の大震災でいろいろと学んだはずですが、はい、住んでいるマンションの玄関ドアを開けに行くことすらできませんでした。あ、そうですよね、慌てるからね。そうですね、はい、幸い京都は大きな被害はありませんでしたが、はい、我が家ではベランダの手すりに引っ掛けていた植木鉢が落ちましたと。あ、そのぐらいは、うん、結構入れましたからね、落ちるかもかな、ね、内側、うんうん、ベランダ側だから良かったものの、うんうん、外を向いていたらと思うとゾッとしました。そうですよね、危ないですね。建物は耐震構造など厳しい基準がありますが、はい、室内は自己責任。そうです、はい、改めて家具などの転倒防止や、はい、落下して危険なものの移動など家の中を点検しました、ね、ということです。うん、もう大事ですね。はい、三条小僧さんでした。はい、ありがとうございます。はい、もう一つ続いていきます。たっくんさんです。はい、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます、はい、こんにちは。はい、こんにちは。そして今日はたまちゃんがゲストさんでしょうか。楽しみです。当たりです。ありがとうございます。はい、地震がありましたね。はい、何も考えずに置いていた本棚や食器など、はい、危ないなと反省した次第です。そんなもので済んでよかったのですが、うん、ということですね。家具などでの地震対策のおすすめなどがあれば教えてください、ということで、そうですね、ちょっと2通とも地震のことで ね、うん、やっぱりね、5時半ぐらいでしたかね、はい、携帯がすごいピピピピってなって、はい、でびっくりして起きたかと思ったら揺れました。わーって揺れて、で久しぶりに地震らしい地震というか、はい、よくはないんですけど、はい、驚きました。はい、で僕はすぐテレビをつけて、はいはい、震源地の確認をしたら、はい、また淡路島やったんです。震度6やということで、ね、はい、でまあ神戸に息子が一人で住んでますので、はい、近いじゃないですか。そうなの、ね、ですぐ電話して、はい、大丈夫かということで、まあ大丈夫やったんでね、はい、まあまあちゃんとしたマンションに住んでますので、はい、安全やとは思ったんですが、はい、まず心配しましたね。うん、まあでも本当ね、建物は前から言うてますように、はい、だいぶこう耐震性が強くなってきてますので、あまり古いんですけどね、うん、住んでるとこ大丈夫ですか。大丈夫だと思いますね。はい、倒れなくなったんですが、はい、ここに書いてあるようにインテリアの問題、これは住んでる人の責任です。はい、それで、はい、怪我をなされるのも自分になってしまうので、はい、これは気をつけないといけません。ね、でいろんなその地震対策ですけれども、はい、やっぱり家具もよく見るとですね、はい、地震対策用の家具っていうのが表記があります。でこれは例えばキッチンとかね、はい、釣り戸棚とか、はい、釣り戸棚ってほら、はい、高いじゃないですか、はい、自分の視線より高い場所なんでしょ、はい、やっぱりね開いて追ってきたら、怖い怖い、鍋が追ってきたり、はい、花瓶が追ってきたり、うん、やっぱ危ないじゃないですか、器、はい、が追ってきたりね。ですからああいうのは地震でストッパーがかかるようなシステムになってます、うん、なったものがあります。そっか、はい、ですからそっか怖いな、うんうん、ははは、だからその釣り戸棚から、はい、まあ、地震で揺れると自動的にカチッと止まって、はい、降りなくなってきたり、まあ大体昔のやつでもこう鍵付きというかカチャッとなってるのが多いのは、はい、やっぱ追ってこないようになるんですけどね。うん、ただもっと怖いのは、はい、ああいうこう
作り付けの家具っていうのはひっくり返ってこないんですけど、はい、作り付けてない本棚とかがこけてきたらかなりの重量なんですよ、うんはい、これがですね、はい、私今それを思い出してあーって本気でビビってました今、うんうんうん、置き式の家具ね、うん、だからね、はい、ああいうものは本棚作るとき重たかったんですよ、うんうんうん、そこに本があるから、うん、そう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 、あ死んでるわと思いました、うん、だから ね、 あれを、はい、まあ、作り付けでね固定式でもともとあるやつは、はい、まあ、倒れてこないと思いますけれども、はい、まあ、購入されて家具を、はい、できるだけ壁に止めるってください。あ、はい、でそういうまた金物も、うん、そういうホームセンターとかで売ってるんで、はい、固定するとまず、はい、家具を固定して、はい、まあ、その家具自体が倒れないようにする配慮をするということですね、うん、でもっと言ったらその本棚をその寝室の、ね、はい、近くに置かないというか、そうですね、倒れてきても余震場倒れてきても寝てるところに倒れてこない場所に置くというかね、そういう、まあ、ケアはねやっぱり必要ですよね、はい、うん、気をつけます私も、うん、いや、はい、やっぱり忘れるんですよこれ ね、 そうですよね、忘れるんですけど本当にね こういう事故って多いですから、はい、ですから建物はもうそのさっき言ったみたいに、はい、強くなってきたんで、うん、壊れにくくなってきてますけれども、はい、中のねやっぱ家具の事故って多いですから、あ、そうですね、うん、そうですね、すごく気をつけないと、まあ、食器もこう、はい、うつ伏せておくとかね、あ、口が広い方を下にして重ねるとか、はい、倒れにくい、まあね、はい、取りにくかったりしますけど、はい、あでもね、いろいろ知恵がちょっとしたことですね。掛け時計も怖いですよ、うん、追ってきたら、うん、掛け時計前にガラスがついてるの多いですから、うん、あれがね、はい、バサーン倒れてきたらガラス割れるとね、はい、いざ逃げようとなった時に足を切ったりしますので、はい、きちっとした金具を使って固定するということですね、うん、そういう掛け時計とかはね、だからそれ本当に、ね、ケアした方がいいです、はい、うん、これ真面目な話ですけどね、はい、だからできることですから、はい、うん、そうですね、家をね建て直すのはできないですけど、うん、 そうですね、それはできることなんで、はい、皆さんちょっと気をつけてください、はいはい、ちょっとしたことを気をつけてください、はい、ということでこのコーナーでは建築の相談を受付しております、はい、ファックス番号が 075-253-6901 075-253-6901、はい、E メールの方が info@radiokabe.co.jp info@radio.cafe.co.jp です、はい、またお便りもお待ちしておりますの で、 です、ね、どしどし送りください、はいはい、もうお便りは非常にお待ちしております。で、ゴルフオーナーって言いましたけど、本当ね、僕店舗もデザインしてますので、はい、どうやったら店早ねんとかね、はい、そんなお便りでも結構です、はい。できるだけ考えて答えたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではもう今日はお別れの時間が参りました。それではまた来週建築カフェでお会いしましょう。お相手は藤井こと藤村正嗣とアシスタント竹村麻里と後藤たまみでした。はい、それではまた来週。さよなら。さよなら。この番組は伊賀那須田建築、亀岡那須田建設の協力でお送りいたしました。